はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの海流神ネオダイダロスを使っていきたいと思います。こちらの効果はフィールドの海を1枚墓地に送って発動。このカード以外の手札フィールドのカード全て墓地に送ることができます。お互いね、まあ、自分のハンドも消し飛んでしまいますけども、でこいつをどうやってフィールドに出すんやっていう話なんですけども、特殊召喚条件としてダイダロス1体をリリースした場合のみ特殊召喚できると。でこちらダイダロスなんですけども、特殊召喚に制限は一切なくて、まあ、基本的には何かしらの効果で特殊召喚していく、またはアドバンス召喚っていう風になるんですけども、今回使っていくのはこちらの翡翠のトレモラ。トレモラ自身を手札から墓地に送って、手札から水属性モンスターを1体特殊召喚すると。もしくはこちらの深海のコレピティですね。2の効果、シンクロ召喚したコレピティが墓地に送られたら、自分の墓地のレベル5以上の水属性モンスターを対象として特殊召喚するっていう効果ですね。この2枚のカードの特殊召喚効果を使ってダイダロスをフィールドに出していこうっていうわけなんですけども、ダイダロスのサーチどうすんやいう話ですよね。1枚ずつしか入ってないんで。なので今回は海洋ギミックを取り入れております。海洋時ネプトアビスは起動効果でデッキから海洋モンスターを墓地に送って、デッキから海洋カードを手札に加えるっていう効果なんですけども、こちらの海洋の流気体、水属性モンスターのコストで墓地に送られたら、デッキから海流属モンスターを手札に加えるっていう効果があるので、ダイダロスを加えていこうっていうわけですね。でさらにこちらの海洋の流気体、ターン1がないんでコストで墓地に送ることさえできれば、もう何度でも海流属をサーチできます。なので海洋の流気体を2回使ってダイダロス、そしてネオダイダロスをサーチしてこいっていうわけなんですけども、じゃあ2回目の起動どうするんやと。それはこちらの深海のミンストレルであったりとか、マーメイルの手札から水属性モンスターを墓地に捨てて発動、手札から特殊召喚するっていう効果を使うか、こちらの手札から水属性モンスターを1体を墓地に捨てて特殊召喚するっていう効果を使ってダイダロスをフィールドに出していきたいと思います。それでは1戦目相手の先行ですね。まずは生き返るから起動、生き返るか、生き返る墓地に送ってますね。そして生き返るの効果、またまた手札が出てきて、間違えるを墓地に。で、生き返るの効果ですね。間違えるを除外して自身を特殊召喚。まあ、そのまま出てくるのはね、変えるということで、もちろんあいつ、持ち帰る。鬱陶しいです。で、ブラフのライストセットですね。まあ、案の定ブラフに突っかかるわけですけども、スタンバイフェーズ。持ち帰るの効果で、デッキから着替えるをリクルート。で、着替えるの効果ですね。またまた生き返るを墓地に送ります。とりあえず、持ち帰る起動してほしいんで、ハーピー打ちますけども、ブラフなんでもちろん発動はしてきません。でこちらですね、まずはこちら深海のミンストレル効果、ハンドからこいつと水属性モンスター墓地に送ることによって、相手のハンドを確認してエンドフェーズ前に除外することができます。で相手増字持ってたんで、増字確実にね除外されちゃうんで、ここに遅延して増字打ってきます。まあ、とりあえずハーピーの羽暴起、ハーピーはね別にエンドフェーズ手札に持ってきても問題ないでしょう。で重機兵はコストによって切られると、相手フィールドの表側の表示のカードを1枚対象に割ることができます。でこれで効果使ったんでね、あとは取り放題。ネプタービスの効果を使って海洋の流気兵を墓地に、そして流気兵をサーチ。で流気兵の効果ですね、海流族サーチできるんでメガラビスをサーチ。でメガラビスは、手札からメガラビス以外の水属性モンスター2体墓地に捨てて、手札から特殊召喚できます。で海洋の流気体ですね、コストで墓地に送られると海流族モンスターをサーチするんですけども、この効果にターン1はないんで、もう1回海流族モンスターをサーチすることができます。でさらにメガラビス自身の効果で特殊召喚するとアビス魔法トラップサーチするので、アビスケールクラーケンですね。で墓地のモンスター水属性5体ということで、ムーラングレイス特殊召喚から2枚半です。そしてアビスケールを発動。でメガラビス、コストでリリースすることによってね、このターン2回攻撃することができます。でさらにネプトアビス、水属性モンスターのコストになったら墓地の海洋モンスターを特殊召喚することができます。ここはね、打点の高い流気兵を特殊召喚、そのままメガラビスで攻撃。そして持ち帰りの効果、着替えるを手札に加えられますが、攻撃力ね、実はこれぴったり7000じゃなかった、8000足りてるんで、全員で殴ってこちらの勝利ですね。まあやっぱりね、海洋マーメイルはこうやって海洋の流気兵をぐる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 回して戦っていくことが強いですね。それでは2戦目こちらの先行なんですけども、今回のコンセプトカードであるですね、ネオダイダロスハンドにありまして、さらにネオダイダロスの効果を起動するための海、こちら深海の都マガラニカと書いてますけども、こいつは海なので両方揃ってるということで、まあネオダイダロスを揃いに行きます。で、ね、都合よく今回ダイダロスを特殊召喚する翡翠のトレモラもありますので、まあ、そこを目指していこうっていう感じですね。まずはネプトアビスを召喚、コストによって海洋の流気兵を墓地に送って海洋の重機兵をサーチ。そして流気兵、コストで墓地に送られるとダイダロスをサーチすることができます。すいません、重装兵でしたね。そして翡翠のトレモラ、ハンドから切ることによって手札から水属性モンスターを特殊召喚。でネオダイダロスはダイダロスをリリースしたら特殊召喚できます。でマガラニカを発動、マガラニカの効果でデッキトップ操作できるんで、ディーバをデッキトップに。
そしてネオダイダロスの効果ですね。気持ちいい前半です。決めていきます。相手は捕食植物ということで、こちらのデッキトップはディーバなんで、もうあとはハリラドンして8000打点作りに行きましょうねっていう感じですね。ネプタビスの効果、またまた竜騎兵墓地に送って重装兵をサーチで、竜騎兵の効果ですね、メガラビスサーチできます。まあこの効果は何サーチしてもいいですね。結局ハリラドンするだけなんで、あとはハリファイバー出していきましょう。そしてジェットシンクロンリクルートしたところで相手サレンダー、まあ先行前半です。決めたらまあそれはそうなりますね。気持ちいい。それでは対戦いかがだったでしょうか。まあ、今回は深海用マーメイルにダイダロスを添えてっていう感じのデッキレシピですね。で、先行でダイダロスが決まらなかったとき、あまりにも盤面が貧弱すぎてしまう形になってしまうので、深海のディーバ初動によるハリファイバーギミック取り入れております。ジェットシンクロンだったりとか、ネメシスコリド、このあたりですね。あとオライオンとか。で、ハリラドンを使って、こちら、暴天光と、超雷竜サンダードラゴン。そしてバレルロードサベージドラゴン、この3体を並べて、まあ、簡易的に制圧していこうっていう感じですね。このデッキの弱点としては深海の都マガラニカ、まあこれ海っていうカードなんですけど、マガラニカを引いてないとダイダロス起動できないんですよね。なのでマガラニカにタッチするカードをまあ少しはね多めに入れときたいんですけども、ぶっちゃけないと。マガラニカさえあれば深海のディーバを使ってこちらの深海のコレペティの効果につなげることで、墓地からダイダロスを蘇生してネオダイダロスを特殊召喚、そのまま効果を発動っていうことにできるんですけども、まあそれもねディーバがなかったらきついと。ただまあネプトアビスもしくは深海のディーバにつなげてしまえば、こちらの再放流をサーチしてフィールドに特殊召喚、そのままハリファイバーからのアウローラドンっていう風につなぐことはできるんで、ディーバかネプトアビス、このどちらかがあったらハリラドン展開につなぐことはできます。で、深海のディーバ、ネプトアビス、どちらもない場合なんですけども、海洋の竜気体をコストにしてしまえば深海のディーバのサーチにつながりますんで、海洋の竜気体をコストとして切ることができるこちらの深海のミンストレル、またはマーメイルの2体ですね、このあたりを採用しています。あとは、ハンデスすることも、深海マーメール得意としておりますので、氷霊神、ムーラングレイス、こちらも指しております。こいつも海竜族なんで、海洋の竜気体サーチすることもできますね。まあ、あと、不明なカードについては、大体、ハリラドンギミックで検索したら出てくるカードだったりとか、深海、またはマーメールで検索したら出てくるカードばかりになっておりますので、皆さん楽しそうだったらね、ぜひ使ってみてください。先行1ターン目にネオダイダロス発動した時の快感は最高です。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。